ササイ州令は、インドの僧。インドラジ住職。インド名は、アーリアナーガールジュナ。なお、本名については、バダントアーリアナガージューナスライ、ササイ、バダントナガーゲンスライ、ササイなどの表記もある。インド国籍取得前の本名は、ササイミノル。インドで活動している、日系インド人の僧である。ナーグプルのインドラジにて住職を務めている。 カースと未満の身分のダリットの人々を仏教へと回収させるアンベードカルのインド仏教復興運動の中心人物の一人となっている。僧侶としての日常的な根行や布教一般信徒の求めに応じての観光葬祭や子供の名付け、インド各地での仏教式典や大回収式の同志などの他に、下記のような活動を行っている。仏教寺院。 福祉施設の建設運営ナーグプル一帯において多数の人員、学校、診療所、個人員、老人ホームなどを建設、運営している。資金は宅発と寄付によっている。マンセル遺跡、シルプル遺跡発掘支えが行う事業の一つに、考古学上その所在が謎となっている南天鉄道の探求がある。若き日の支えがナーグプルにたどり着いて、数年後、 マンザーにナーガルジュナ連邦という地名があるのを聞き、調査したところ仏像などいくつかの仏教遺跡の痕跡を発見する。この地に仏教遺跡があると確信を深めたササイは長年に渡り調査を続け、1998年にリュージュ遺跡発掘委員会を設立。中央政府と共同で発掘調査を進め、数ヶ月後に巨大な仏像を発見した。 その後も、総員跡などが、次々と発掘されている。支えはこの地に、南天鉄道があるのではないかと考えており、同様に、たつきと関わりがあるとされる、シルプル遺跡の発掘も行っている。現在、両遺跡ともに発掘調査が進み、観光地としても名高い。インド政府少数派員海浜流教勢力が、圧倒的なインドにおいて、少数派となる、 各宗教の発言権を確保するため、インド政府に設置されている委員会の仏教徒代表として、支えは2003年からの3年間就任している。その間、仏教徒の権利確保と仏教遺跡の管理権変換に関する政府内部への働きかけ、各州の少数派委員会にて仏教徒代表のいないケースへの提言を行っている。また就任中、 インド国内の祝祭日に関する提言を行い、仏陀生誕日、アンベードカル誕生日及び入滅日がいくつかの州で、休日に制定された。インド東部ビハール州ブッダガヤの大菩提寺は、仏陀浄道の史実があるにもかかわらず、長らくヒンドゥー教徒の手により管理され、ヒンドゥー教の儀式及び装飾が行われ続けていた。些細はこの現状に抗議し、 大菩提寺の仏教徒への解放及び関連する法律の改正を求め行動を起こしている。ここでは主に1992年から1998年の間顕著に見られる大規模デモ行動についてまとめている。これら運動は僧侶一般信と合わせて数万人規模になることがしばしばある。 1992年より集中して行われてきた一連の大菩提寺解放運動は1998年10月13日をもって一旦終結する。現在、大菩提寺の管理は仏教徒が実質的に行っている。しかし寺院管理の法改正の要求は通っておらず、その後も型を変えてしばしば運動は行われている。2002年、 大膨大寺が世界遺産に登録されたことをきっかけに国連本部より招待を受け、この年のジュネーブでの国連特別総会及びパリのユネスコ本部にて国際社会に向けてアピールを行う。また44年ぶりに日本への一時帰国を果たした際、日本各地での講演において大膨大寺管理権変還の重要性を訴えている。 全員ビク総本山建設事業1984年、ササイは全員ビク、三賀教会より、仏教の根本道場並びに、仏教との国際交流の場としての総本山を、ブッダガヤーに建設する委員に推薦された。この教会は、当時としては、数少ない仏教像組織の一つであったが、神座部仏教僧の集まりであり、ササイとは思想をことにしていたため、 それまで互いの接触はなく、突然の人事であった。当時の協会事務局長、ダンマ・パーラや、法主、アーナンダ・ミトラは、日本とも交流があり、支えを熱烈に支持支えは、この計画の委員長となった。しかし、事業は、難航を極める。1985年11月半ば、ボンベイの州政府内務省より、 ササイの強制退去命令が発令される。この頃ササイは日本国籍であった。この2年前には国籍取得の探願書をマハーラーシュトラ州政府及び中央政府内務省に提出していたにもかかわらず、事務処理は父として進まず、入国ビザは等に切れていた。形の上では不法滞在となっており、それがにわかに取り沙汰され、急遽身を隠すことになった。 また、翌年5月、大量の建築資材と金庫の中の資金及び、帳簿の一部が内部のものに持ち去られる事件が発生。これらの問題をきっかけに、教会内の支え反対派が勢いを増し、計画は頓挫した。なおこの計画のために、新言衆地山派、関東三山や臨済衆南禅寺派妙禅寺住職、富士元宝らが、中心のナグプール同友会、 神戸市仏教連合会、神戸青年仏教都会などから義援金が集められていた。この問題を振り返り、富士原法は失敗の原因は十分な計画性に欠けていたことです。ヒンドゥー組織の妨害もあり、騙されてしまったんですね。と述べている。教会は1994年に支えた2名への追放を宣言している。 全員土木区大三賀結成1992年、支えは自らを代表とする全員土木区大三賀を組織し、前述の大母大時管理権返還運動へとつながっていく。ありがとうございます。